はい、池田浩司チャンネルです。今日タイ3日目ですね。1日目、2日目は本当に動画撮る余裕がなかった。びっくりした、犬だ。びっくりした。もうびっくりした。そこら辺に犬いるから怖えな。あの機械なんかと思ったら怖っ。で、今朝の6時で練習に歩いて向かってます。朝練を終えました。タイに来てみんなと練習し始めてから数日が経つんですけど、なかなかまだみんなと馴染めないです。言葉が通じないっていうのが一番大きいんですけど、みんな住み込みでずっと練習してるからすごい仲いいんだよね。みんなでこうわちゃわちゃしてみんなのノリがあってその中に入っていけない感じです。まあ、顔を見てもちょっと会釈して笑うぐらいで、本当は喋りたいんだろうな、だけどなっていう歯がゆさがある。まあ、その中でも3人ぐらいは名前聞いてくれたりとかしてくれて、まあ、ちょっと喋るように喋るというか、まあ英単語でナイスとかそのくらいですけど、ちょっとコミュニケーション取るようになりました。それ逆に言うと、あっちから喋りかけてくれる人にはコミュニケーション取るけど、自分から喋りかけてコミュニケーション取って仲良くなってっていうケースがないから、受け身になっちゃってね、もっと積極的にいかないとダメだなって思いました。あともうチットマンのジムで、今のジムで練習するのもあと2日だから、積極的に自分からコミュニケーション取って、なんかもっとみんなと仲良くなりたいな感じですね。はい、今朝練が終わって飯食べてホテルで朝食食べて、今からちょっと少し休んでいきます。今ちょっと寝て起きて、これからランチにしたいと思います。お店が結構多いからすごく見つかると思います。まだ食べたことないタイ料理挑戦しよう。タイっぽいわ、めちゃくちゃタイっぽいわこれ。パンツ、お母ちゃんに食べようかな。焼き鳥行きましょう。あら、なんでもあるな。すげえ、ランチすげえ。トゥクトゥク。バーツ、タイのお金が減ってきちゃったんで、減ってきた日本円をバーツに両替したいと思います。さっき違う銀行行ったら、ここの銀行だよって教えてくれたんで、ちょっとトライしてみます。よっしゃ、両替できました。初の試み成功です。次のミッションですね。この通り結構髪も伸びてきたんで、散髪に挑戦しようかなと思ってます。現地の床屋に行っています。ちょっと不安だよ、ゴリみたいなされたらどうしよう。一切観光してないんだよね。お寺行ったり観光スポット一切行ってません。トレーニングして飯食って寝て散髪してみたいな現地の人みたいな生活してみたいな。
住めるんじゃないかレベル。じゃあ張り切ってきます。おいいじゃん、あったのか、安いし、行ってみよう。はい、今切ってきました。結構いいんじゃないの。まあまあちょっとパッツンだけど、まあまあ良かったですね。可愛くなったなんか丁寧にやってくれて結構良かった。なんか最初にシャンプー、日本だと最初シャンプーそんなやらないで水だけ流して切って最後しっかりシャンプーやると思うんだけど、なんかすげえ最初丁寧にシャンプー3回ぐらいやってくれた。シレットオプション取られるんじゃないかなと思ったけど、250バーツ、ちょっとバッツンだね。250バーツ、日本円でいうとかける4ぐらいなんで、まあ、1000円ぐらいですね。1000円ぐらいで丁寧にやってくれました。日本の1000円カットより丁寧に。これまあワックスつければ簡単になるし、ということでヘアカットの任務完了です。これから練習に行きます。夕方に行きます。さあ歩いて行くと3、40分かかっちゃうんで、タイで主流のタクシー、バイクタクシーに行っていきたいと思います。それたくさんいますね。お、手挙げて来てくれました。ピースバイクナイ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 スバイクYes, yes, 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 yes. 地面につきました。50バーツ。日本で円で言うと200円ぐらいでした。タイ人だったら20バーツぐらいだったらしいんだけど、日本人だと外国人だと思います。しょうがないです。練習を終えてホテルの近くまで王選手に送ってもらいました。ちょっとずつ選手とコミュニケーションを取れるようになってきて、インスタとか交換したりとか、ちょっとずつ距離が縮まっている感じです。疲れが溜まってきた。
毎日のルーティーンがね、しんどい、ちょっとしんどい。楽しくはない、これが毎日だったら。でもみんな本当楽しそうにやってるんだな、笑いながら遊び感覚で練習してる感じだから、それは本当すごいっていう感じで練習終えたんで、ちょっとこの辺でまたご飯食べて、ホテルで明日も6時から練習なんで、5時前起きなんで、もっと早く寝ます。こんな感じでタイの1日過ごしてます。何もかも新鮮で、現地の人っていう感じの生活を体験してます。異国の地で、日本人多分この辺で俺だけなんで、誰も友達もいないなくて、一人で来て生きるため の能力身についてきます。髪も切れたし、銀行で金も下ろすし、一人でも案外何でもねできちゃう。漫画になる。ちょっと帰りにスーパーに行って帰ります。7人通ってんの、なんて言うんでしょう。今日はビール1杯飲んじゃうな。2歳児水道水に払ってます。2歳児あと明日の朝からテープ食べる時間がないから、フルーティーな味付けの朝の食べ方です。おーよ、ジャジャスミちゃん日本語発見。富士スーパーとかコンビニとか置いてあるんだよ、日本語。これで見るとなんか行くから静岡このムエタイの練習で強くなってるかどうかちょっとわかんないけど、タイの選手、ムエタイの選手がどんなふうに生活して練習してやってるのかっていうのが知れてるかと、そこは勉強になって、今後のモチベーションにはなってるから、これしっかり持ち帰って取り入れることは取り入れないことを極めて、取り入れることはしっかり取り入れて、日本でも継続していきたいなと思います。